今日のコメント、こんにちは、はるかさんの動画を見てから僕も新ポケモンアニメを見ました。僕も小学校の頃ポケモンアニメを見ていた自分を思い出しました。社会人になっても面白いと思いました。これからもアニメもそうですが、はるかさんの動画を楽しみに見ていきます。ありがとうございます。大人になってからのポケモンも面白いよね。一緒に盛り上げていきましょう。どうもハルカットです。皆さん、スカーレット・バイオレットやっていますか？僕は最近、ちょっとサボり気味です。そこで今回は次の最強レードの予想考察をしていこうと思います。てか、スーク、今日は、何の日でい？ルカ、それ、チャンネル登録者数が11万3000人突破したとか？晩ご飯が酢豚だった日だよ。もう黙れよ。というわけで、方の最後まで聞いててください。ついに、ハルカット初となるラインスタンプを発売しました。全16種類で使いやすいので、概要欄に購入 URL が記載されているので、ぜひ買って、使ってみてね。次の最強レードは何になるのか。 SV では現在定期的に最強の称号を持ったポケモンの限定レードが行われています。まずすでに行われた最強レードから見ていきましょう。1回目が第1世代ホロータイプ御三家リザードン、2回目が第8世代ホロータイプ御三家エースバーン、3回目が第6世代水タイプ御三家月光が、4回目が第1世代の電気タイプピカチュウ、5回目が第7世代草タイプ御三家ジュナイパー、6回目が第5世代水タイプ御三家大元気、そして7回目が第2世代の炎タイプ御三家爆風となっております。4回目に来たピカチュウに関してはサトシ引退ということもあり、特別で行われた最強レードと考えていいでしょう。なのでここは例外として考えます。他のレードを見た上で分かることは、同じ世代ではまだ被らずに御三家のみで最強レードが来ているということですね。となるとまだ来てない世代の御三家ポケモンが来る可能性が高いです。現在来ていない御三家の世代は第3第4世代になります。第3世代の御三家ポケモンはラグラージ、バシャーモン、ジュカイン、第4世代の御三家ポケモンはエンペルト、ゴーガザル、ドダイドス、この6体のどれかになる可能性は非常に高いとは思います。またピカチュウのような例外となるレイドもなくはないですけどね。ではこの6体の中から次はどれが来るのか、そこはまだわからないんですが、草タイプがまだ1体しか来てないことと人気を加味すると、樹海の可能性は個人的にありそうだなと思います。まあ人気面で言うとゴーガザル、バシャーマあたりも来てほしいですけどね。みんなは次の最強レード何になると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで次の最強レードの予想考察をしてみてでした。ちょっとモンスターちゃん登録してこのボタンよろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。